東洋ソース238票、白色用148票、青色用90票、よって両案は可決されました。国会の前でこれだけ多くの方たちがこの時間にも、日本中で多くの方たちが自主的に主体的に動き出した人たちの声にしっかりしっかり答えようと思いましたが、届かなかったことは本当に申し訳ないと思います。本当に申し訳ないけれども、終わりじゃなくて私たちは始まりの始まりだと思っています。絶対にこの法案は廃案にする。少なくとも来年は参議院選挙があります。ねじれを作ったらこの法案は執行できません。法律は執行できない。その事態を絶対私たちは作ろうと思います。昨日の景色とあの暴力的な強行策